11月の23日2019年、今はですね、俺は実家の駐車場にいます。お家が暗くて玄関の光しかついてないんです。めちゃくちゃ珍しい光景です。これはだいたい誰かがいるお家なのに、今回だけは誰でもいない。もうインスタ映えでしょうこれは。でもなんでだろうね。なんか連絡、母親と妹に連絡してんだけど、両方とも何も書い LINE で何も書いてこないから、まあ事故じゃなければいいんだけどね。多分親父の誕生日お祝いとかやってると思うけどな。今年じゃないわ今日も電気カーペットを置けなく、結局なんだ、スノーボードのブーツだけを倉庫にしまったっていう感じで終わったな今日は。ああでも あれもあった。めっちゃピンチなんだよね今。あのクレジットカード、そのクレジットカードじゃなかった、ごめんなさい、デビットカードを作ったんだけど、そのもしも盗まれたらそのサービスを停止できるところがあって、でそれをするためにアカウントにログインしなきゃいけないんだけど、あのまさかのあれなんだけど、パスワードを忘れちゃって、でそのパスワードを再設定するために、あの5桁の暗証番号を入れなきゃいけないんだけど、それも忘れちゃって、しかもスカイプ電話だから、フリーダイヤルがつながらなく、あのなので電話でそのやり取りっていうか、その、 あの再設定コードが教えてもらうんだけど、あの電話がつながらないからそれもダメで、結局郵便でまたあのそのパスワードを再設定することになるんだけど、1週間ぐらいかかるんだよね。まだ時間あるけど、なんだろう、なんかよろしくないよな。ちょっと、ギリギリが嫌だよね。もうまあでも仕方ない。最悪あの別の銀行のデビットカードを開いて、そこにお金を入れとけばいい。あのデビットカードとクレジットカードの違いが分かんない人は調べて、自分で Google 先輩があなたのためにいますので。 Yes God bless Google 先輩。まあそれで、それはほとんど午前中そればっかりで、あとは車の保険をあの中断した。なんで行って帰ってきて別の車を買っても、あのランクが下がんないから、また安く保険に入れるようにしなきゃいけないんだけど、なんかいろいろその書類が必要なんで、それを用意しなきゃいけないから、それは明日にしようかな。でまあそれ終わって、それ全部午前中で、で午後はあの長芋掘りをやったんだけど、作業的にはその嫁の兄貴たちが、そういう、ね、なんだろう、でっかいこうチェーンソーみたいなこう掘り機をこう使って長芋を掘って、その機械の横に置いて、でそれで俺の役目が、俺の出番が来るんだけど、その土を落として、あの綺麗にその傷つけずに土を落として、であのコブがあるやつ、長いやつ、短いやつ、あのなんだろう、曲がったやつ、完璧なやつ、完璧って言ってもちょっと完璧はないけど、あの市場が求めてるやつで分けて、んで箱詰めをして、それをこうトラックに入れて、
で倉庫に持っていくんだけど、でまあ大体俺の作業はそこで終わるけど、長芋って、まあ、全体の作業で言うと そこで終わらないんだよね。その倉庫に持っていた後に箱に詰めて、ちゃんと何キロなのかってこうちゃん、なんだろう、決まってあって、箱に詰めてこうテープ貼って、それもまたトラックに入れて、で市場を持っていくっていう感じなんだけど、うわ農業超めんどくさいって思ってる方がいるかもしれないけど、農業基本的に農業ってめんどくさくないんだよね。めんどくさい作物を求める人間があまりにも多いからめんどくさくなってるだけ。うん、だから例えばもう何アニメに出てきそうなリンゴを求めてる人がいるから、そんなそれに応えてるだけで、なんでそんぐらい作業だけが増えるんだけど、味的に別に変わんないんだよね、何もかも。明日はどうしようかな。電気カーペットのリベンジプラスお布団と枕を弟にあげる作業をするか、そうだ、車の名義変更、名義変更ってどうやってやんの、やったことないから、そうだな、まあそれだね、 Google 先輩に聞くわ。